どうもウエストランド井口です。今日も楽しく勉強していきましょう。はい、今日僕がみんなに教えるテーマは好きな人を背負うについてです。え、待って、好きな人を背負うって、私はあの海外でやってる奥様運び選手権、あの奥さんを担いで運ぶあの選手権出る予定ないんだけどって焦っちゃってるよね。うん、焦りすぎて自分が住んでる建物ごと破壊しちゃってると思うんだけど、一回落ち着いて。そういうことじゃないの。あの奥さん担いで運ぶあの選手権の話じゃないの。まあそれはさすがにわかるとは思うんだけど、そういう話じゃなくて、今回こう話すのはその好きな人を背負うって、これどういうことかというと、ファンの人、誰かのファンになった時、球団でもいいしチームでもいいし一個人のタレントさん、アイドルさん、芸人でも誰でもいいんだけど、そのファンになるということは背負うっていうことだよっていうことなの。好きな人を背負うっていうのは、誰かのファンになっている、それを公言している状態って言えるかな。これぐらい噛み砕けば分かると思うんだけども、要はそういうことなの。誰かのファンって公言してるということは、その人を背負ってるって状態なの。だからそれを踏まえた上で行動しようねっていう話。ただ、え、待って、誰かをじゃあファンになって応援するということは、そんなに自分を律していけなき生きなきゃいけないんですかって言ってくるかもしれないけど、全然そういうことじゃないの。本当に全然そういうことじゃない。そこまで自分を律してね、何もかも間違ったことをせず貧困法制に常に生き続けなきゃいけないとか、そういう次元のことじゃなくて、もう最低限のマナー、モラルの話なの。最低限のマナー、モラルは守ろうよっていうだけのこと。だから何も難しいことは言ってないの。全然難しいことは言ってないんだけど、一部の人で、本当に一部よ、本当の一部の人なんだけど、できない人がいるから、こうやって口酸っぱくこの話することになっちゃうの。もうしょうがないね、これだけは。何度も言って、何度も復習してもらわなきゃしょうがないんだけど、伝わらないことがあるからしょうがなく何度も言ってんので、何度言っても分かんないんで、みんながね、一応図にも書いてみました。要はこういうこと。じゃあ自分がいて A さんのファンだと、タレントの A さんがいて、その人のファン、その人のことが好き、その人を応援しているっていう自分がいたとして、で A さんと B さん、 B さんっていうタレントさん、 A さんと B さんは仲良し、この二人は仲良しっていうのは知ってるんだけど、 A さんのことは好きなんだけど、 B さんの悪口を言っちゃう、こういうこと。じゃあ例えばよ、例えばその好きな人を背負うっていうのをもうちょっと具体例で言うと、Twitter、 じゃあ Twitter のアイコンを自分が応援してる球団やチーム、タレントさんにしてる、そしてプロフィールとかにもその名前を書いてるとか、そういう人いるじゃない。まず好きな、人をアイコンにするっていうのもちょっと問題なんだけど、そこはおのおの考えてもらうとして、そういうアイコンにしてるということはもう背負ってるよね、その人のファンって公言してるわけだから。でそのツイッターで A さんのことはもちろん好きって褒めるんだよ、そういうリプライも、応援してますっていうリプライも送ったりするんだけど、その A さんと仲良しの B さんには、お前バカかとか、悪口のつまんねえよとか、そういうリプライを送る、こういうことやめようよっていうだけ。もうすごく単純だよね、誰でもわかる話なの。これはもう誰でもわかるでしょ。だってそうじゃない、誰も得してないよね、何もいいことないの、そんなことしても。もしかしてこう思ってる？ A さんのこと好きな自分が B さんの悪口を言うことにより、自分が大好きな A さんが、うわ、あの人私と仲いい、 B さんの悪口言ってくれてる、嬉しいな、あのファンの人素敵ってなると思ってる？そんなわけないよね。さすがにそこは分かって、そこ分かってもらわないと、もう何の話もできなくなっちゃうんだけど、そこまでは理解してほしい。要はそういうことなの。こんなことしても、B さんはもちろん嫌な思いするし、A さんも自分のこと嫌いになるし、そんな私の仲良しの人の悪口言って、みたいなことなの。これをやめようよっていうだけ、もう本当に単純。もう動画で言うようなことでもないんだよね、本当に。単純なことなんだけどね。で、そういうことだけじゃなくね、別に直接 B さんの悪口を言うだけじゃなく、好きな人を背負ったのであれば、暴言とか言っちゃいけないこととか、その罵詈雑言とかを発信しないようにしようねっていうだけ。もうほんとそれだけ。だってめちゃくちゃなこと言ってる、怖いこと言ってる、この人なんか嫌だなっていう人のツイッターを見て、じゃあアイコンがこの人、タレントの A さんだった、プロフィールに A さん大好きって書いてた、 A さんのファンクラブ入ってますって書いてあったら、うわ、 A さんのファンってこんな感じなんだって周りも思っちゃうじゃん。自分が大好きで本当にしてる A さんに迷惑しかかけてないの、
それはわかるよね。直接その A さんの仲良しに何か言うとかだけじゃなく、ね、発信すること、別に SNS とかネットだけの話じゃないよ。直接会うとき、直接人対人でもそうだからね。僕は A さんのファンです、 A というチームのファンですっていう人が迷惑なことしてたら、あそこのファンはちょっと良くないなって周りに見られちゃう。どんどんその自分が応援してる人の価値を下げちゃうの。わかるよね。もうこれでわかんないかったらもう仕方がないんだけどね。うん、それだけの話だから何でもない。この動画本当に何でもないよね。うん、喉乾いてる時水飲みなさいぐらいの、水飲むと潤うよぐらいの動画だから何でもないんだけど、そのほとんどね、何分ぐらいこれやるかわかんないけど、何も普通の人からすると見てももう何にもなんだろうね、その呼吸ぐらいの感じにしか思えないと思うんだけど、本当にごく一部の人のために繰り返し言ってるの。どうにかどうにか届いてほしいっていうね、本当に。うん、しょうがないの。こういう塾やってると、そういう人にも届けていかなきゃしょうがないからやってるんだけど、もうそれだけのことなの。うん、好きな人のファンって言ってたり、じゃあ好きなチームのユニフォームとか着てたら、その時はそういう風に見られるんだから、好きな人を背負って行動しようっていうこと、もうそれだけなんだけど、あと、まあ当然ね、悪口とか言うのはダメなことは分かってます。それは分かってます。なぜならあの人のファンに、あの人のアイコンにしてるし、あの人をプロフィールに書いてるし、あの人のユニフォームも着てるし、ダメなこと悪いことするのはダメっていうのはもちろん分かってますよっていう人が大半だと思うんだけど、その中でさらに少数な人たちで悪気はなくやっちゃってる人もいるの。うん、めちゃくちゃなこと書いて、まあ、バカだな、お前バカだなって、じゃあ、自分のファンじゃない人にこう送ったとして、具体例、よく具体例としてやったとして、なんでそんなこと言うんだってなった時に、いやネタじゃんって言う人最近いるよね。いやこれネタだからとか、ネタだってわかるだろみたいなのを言うけど、わからないよね。うん、まあ、この動画でも何度も言ってる通り、どのテンションで言ってるかなんてわかんないの。うん、知らないから。なぜならあなたのことを、もっと言うとね、本名も公開してない、アイコンも全然別人、プロフィールに何のプロフィールも、ちゃんとした本当のプロフィールも書いてない人のことなんて絶対わかんないよね。うん、じゃあ有名なタレントさん、有名なタレントさんが SNS で言うことって想像できるじゃん。うん、じゃあ有吉さんがなんか言ってた、そしたらわかるじゃん、有吉さんのあの感じかってみんな想像できるの。でもそのアイコンがわけわかんなくて、名前もわけわかんない人のお前バカだろなんて、どういうニュアンスかわかんないっていうのはこれもうちょっと思うと、ちょっと笑いが止まらなくなっちゃって、腹痛くなっちゃうんだけど、無名なの、知らないのそんな人。うん、ネタじゃんって言うけど、ネタってそういうんじゃないよね。あと単純な話よ、めちゃくちゃ単純なこと言うんだけど、ネタってそんなんじゃないよね。芸人さんのネタってそれをどう伝えるかっていうところに重きを置いてこうやってるわけで、そのネタってバカかよって言ったってそうじゃない。いやネタじゃんって済むならもうめちゃくちゃになっちゃうよね。本当に脅迫状を送っていざ逮捕されそうな時に、いやいやネタじゃんって言って通用しないよね。そんなの分かんないの。うん、ネタで言ってるかどうかなんか、ネタじゃないしね、あとそんなのそれがネタじゃないっていうことは強く言っときたいんだけども、まあ要はそういうこと。それだけ好きな人をこうね、好きな人がいて好きなチームがいたりするんであれば、それを公言してるんであれば、好きな人に迷惑かけないようにしようよっていうだけ、誰も得しないよっていう話。それで好きな人迷惑かけたり嫌な気持ちになって、その人が SNS やめちゃったりとか、なんかコメント欄を閉鎖しちゃったりとか、そんなこと本当にバカバカしくないっていうことなの。うん、これはもう本当に単純なことだから。そんなね、じゃあ常に図書館で勉強して、野菜たくさん食べて、しっかり寝て早起きして、常に貧困補正に行きますってことじゃないの。そんなことじゃなく、普通に迷惑かけるのやめようよ、モラル守ろうよだけのことだから本当はね、この動画ももう10秒だよね。人としてモラルをしっかり守りましょうだけで終わるんだけど、一応噛み砕いてみた。うん、噛み砕いた、そこは砕いた、砕いてみた、しょうがないから砕いたの。うん、まあこれを見ればね、さすがにみんなもわかると思うし、まあこれを見てる人のもう 99.999% は大丈夫だから。うん、いやじゃあどうしよう、もうなんか何にも言うのやめよう、もうあの人のファンっていうのやめようとかの話じゃないっていうことだけ覚えといて。あと一つ、あと一つなんだけど、じゃあこの僕が今日言った話、うん、これ全世界の共通認識かって言えばそうじゃないとも分かんない。結構全世界の共通認識イグでしょ、これ出ないの、これに関してはイグでしょ、出ないぐらいなんだけど、
こうみんなが思ってる、この人が言ってたんでじゃあこうします、あいつが言ってたんでって言われると困るから、一応これ誰の見解なのいいでしょうぐらいのこと、うん、これはまあ今日はね本当に単純なことだったんで、迷惑かけないように、うん、ちゃんとモラルとルールを守って人を応援しようというだけの話でした。はい、今日の授業はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。